第11回目は須賀川市間違い所会館前に設置されている須賀川間違い所のお話です塚川町外所高倉実文関根絵天正17年10月26日須賀川城は 仙台の伊達政宗の軍勢により攻め滅ぼされました。伊達藩や藍津藩などの支配の後、江戸時代中期の享保6年頃に間違い書が置かれるようになりました。間違い書とは、町内のいろいろな用務を処理するために町の役人が寄り集まったところです。須賀川の間違い書は当時の須賀川四町、すなわち 元町、中町、北町、道場町の政治や財政などについて、藩役人と町役人とが毎月定期的に集まり、相談をしていました。須賀川町会所が行っていた仕事は、1、白川藩に納める年貢などの管理、2、商品などの相場の決定、3、 間違い書や町内の書類の点検や監査四備蓄米などの運譲金税金の徴収や懲役金の処理監督五引消し組の管理などでした最初は反役人、領主の支配の下での間違い書でしたが次第に町民が自主的実質的に行政や財政を取り扱うようになりました 封建時代の当時、領主の支配下でありながら、町人の自治が認められていたのは、大阪の堺と須賀川だけで極めて稀なことでした。明治2年、白川県ができ、その市長が須賀川に置かれるまで、須賀川の町人による自治活動は活発に続けられました。マシマイ。この物語は、東町にある つ川市間違い書会館の前で読めます。